こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は成果を上げる力が身につく子供ドラッカーの言葉について解説していきます。成果を上げるにはどうしたらいいか、ドラッカーが教えてくれます。成果は人間が幸せになるために必要なものです。成果を上げる人になる名言18個紹介します。1個目、どんな人でも成果は上げられる。特別な才能なんていらない。成果を上げるのに必要なのは才能ではないです。成果はどんな人でも上げることができます。成果を上げるための考え方や習慣を学ぶ、これが一番大切です。成果を上げれる人が何を考えているのか、どんな習慣を持っているのか、それをしっかりと身につけてください。何の才能もない自分には無理、それだけは思わないでください。才能よりも学ぶ姿勢が大事です。2個目、成果はいつも強みから生まれる。あなたには強みがありますか？必ずみんな強みがあります。成果っていうのはいつもあなたの強みから生まれます。得意なことであればあるほどやる気が出ます。前向きに努力することができます。できるだけ早いうちに自分の強みを見つけて、自分の強みをしっかりと使ってください。それが成果を上げる近道になります。強みとは勉強やスポーツだけではないです。人を笑わせるのが得意とか、犬のことだったら誰よりも詳しいとか、いろんな強みがあっていいです。どんなことでも自分の強みは何なのか見つけれるようにしてください。自分の強みを知ってしっかりと使ってください。3個目、強みを見つけたいならできないことではなく、できることにだけ目を向けよう。成果はいつも強みから生まれます。ではどうやって強みを見つけたらいいのか。強みを探すときはできないことではなくて、できることに目を向けてください。いつも弱みばかり考えないでください。自信をなくすだけです。誰だって強みは必ずあります。強みなんてない。そう思ったら家族や友達など周りの人に質問してみてください。マイナス面よりもプラス面に注目してください。4個目、弱みは克服できても強みにするのは難しい。どんな人でも弱みがあります。弱みを克服したい、そう思う方は多いです。しかし弱みを克服するよりも強みを見つけてそれを生かした方がいいです。弱みを克服するにはたくさんの時間とエネルギーが必要です。仮にあなたが努力をして弱みを普通レベルにできたとしても、強みにしている人には一切かなわないです。まずは弱みは忘れてください。強みに集中してください。5個目、強みを最大限生かすには一番大事な一つのことに集中しなければいけない。2頭を追うものは1頭を思えず、そういったことわざがあります。同時に2つのことをやろうとするとどちらも失敗するって意味です。強みの使い方も完全に同じです。同時に手を出すと全てが中途半端です。最も重要な一つだけをやってください。自分の強みを最大限生かすには、やるべきことを見極めて一つだけに集中することです。6個目、努力したことに満足してはいけない。結果にこだわる気持ちが大事。努力を積み重ねることはすごく大事なことです。でも努力には意外な落とし穴があります。それは努力していること自体にあなたが満足することです。努力だけで満足をするとその先の成果にたどり着くことができないです。そもそもあなたは何のために努力をしているのか、どんな成果を上げたいのか、しっかり確認してください。努力したことに満足するのではなくて、その先の結果にこだわる気持ちを持ってください。7個目、失敗したことがない人は挑戦したことがない人かもしれない。どんな挑戦にも失敗する可能性があります。ドラッカーは結果にこだわる気持ちが大事、そう言ってますけど、失敗してはいけない、そうは言っていないです。結果を出すには失敗を恐れずにたくさんの挑戦をする必要があります。成功率 100% なんてありえないです。成果をあなたが得たいのであれば失敗から逃げてはいけないです。失敗から学んでいつか結果を出すことが大事です。8個目、成果を上げる人は時間の使い方をいつも練習している。成果を上げる人は時間の使い方がうまいです。時間はどんな人にも平等です。1日に使えるのは24時間です。成果を上げる人は時間には限りがあることをすごく強く意識しています。時間を貴重に扱っています。まずはあなたが何に時間を使っているかチェックをしてください。そしてどうすれば無駄な時間をなくすことができるのか見直しをやってみてください。
9個目、大きな塊にしてこそ時間は役に立つ。細切れの時間では成果は上げられない。結果を出すには細切れではなくてまとまった時間が必ず必要です。公認会計士になるにはまとまった時間がないと受かることはないです。勉強するとき1時間やるのと10分間を6回やるのでは成果が全然違います。頭を切り替えて深く考える高いパフォーマンスを発揮するにはまとまった時間が必要です。まずは自分の行動を振り返ってください。細切れの時間があるのか、細切れではなくて大きな塊の時間を作ることが大事です。10個目、やらないことを決めてやるべきことの順番を決める。それが頭を整理する方法。やるべきことよりもやらないことを決めてください。トゥードゥーリストよりもノットトゥードゥーリストを作ってください。まずやらないことを決めてやるべきことを減らしてください。それをしない限りあなたはやるべきことに一生追われ続けます。そもそもあなたが絶対にそれをやる必要があるのかよく考えてください。頭が整理できれば本当にやるべきことに集中できます。まずは何をやらないか、これを決めてください。11個目、多くを求めれば成長は大きい、少なければ成長も小さい。人の成長を左右するものは何なのか。やる気、体力、環境、運、いろんな要因があります。一つ大切なことを伝えます。それはあなたの目標の大きさです。目標が大きいと大きく成長できます。一方、目標が小さいと成長も小さいです。目標を大きくしてください。成長のチャンスを自分で奪うのはやめてください。限界を決めないでください。大きく成長したいなら小さな目標で満足しないでください。大きな目標に向かって突き進んでください。12個目、優れた人だけ集まっても優れたチームができるとは限らない。野球でもサッカーでも一流の選手が集まっているけどあまり強くないチームもあります。逆に目立った選手はいないけどなぜか強いチームもあります。この2つのチームの違いは何なのか。一人一人がチームのために行動できているかどうかです。いくら個人の能力が高くても自分だけ目立ちたい、そんな人ばかりだと成果を上げることはできないです。優れた人が集まったからといって優れたチームになるとは限らないです。一人一人は一流じゃなくても全員集まって一流のチームになることもあります。全員が同じ目標に向かって協力することがチーム作りにおいて何よりも重要なことです。13個目、相手が分かってくれないのは自分の言葉でばかり話しているからかもしれない。相手ベースで話してください。例えばあなたが病院に行って先生から難しい専門用語で説明されたら自分がどんな具合でいつ回復するのかきっとわからないです。でも風邪だけど1週間で良くなりますよ、そう言われたら理解できるはずです。伝えたいことがあるなら相手の立場を理解して相手の言葉で話してください。言いたいことをただ伝えるだけでは成り立たないです。相手に伝わる言葉を見つけ出してください。14個目、人の役に立ちたい気持ちほど自分を成長させてくれるものはない。情けは人のためならずです。人のためにいい行いをしてください。自分にもいいことが必ず返ってきます。人の役に立ちたい、その気持ちを高めてください。自分の成長にもつながります。誰かのことを思って行動することで自分の成長につながります。誰かのためは自分のため、これをしっかりと押さえてください。15個目、繰り返す失敗には自分なりのルールを作ってさよならしよう。いつも朝起きれない、いつも人と喧嘩しちゃう、同じ失敗を何度もしている場合あなたに必ず原因があります。あなたが変わらないといけないです。失敗を繰り返す原因はこの2つです。あなたのだらしない姿勢とあなたの怠けた心です。失敗を予防するルールを作ってください。目覚ましが鳴ったら10秒以内にベッドから出るなど自分なりのルールを作ることです。だらしない姿勢と怠けた心に負けないでください。16個目、今まで通りをやめてみよう、新しい自分に出会えるよ。常に新しいチャレンジをしてください。変化は自分を成長させてくれます。変化は確かに怖いです。でも変化に触れることで新しい自分に出会うことができます。変化を恐れずに楽しんでいくことです。17個目、成果を上げる人ほどどんな環境でも自分にできることを必死に探す。完璧な環境、完全な環境なんてないです。環境に不満を言うのはやめてください。その中で自分にできることを探してください。どんな人でも今ある環境で頑張っています。
成果を上げる人ほどどんな環境にいても今ここでできることを必死に探しています。今ここから目を背けてはダメです。18個目、なりたい自分をイメージしよう。退屈な毎日は自分次第で変えられる。なりたい自分をイメージしてください。あとはそれを目指して挑戦あるのみです。もし失敗しても自分を信じて諦めないでください。成功したらより高いレベルを目指してさらなる努力をしてください。その繰り返しがあなたの毎日を充実させます。退屈な毎日を変えられるかどうかはあなた次第です。目標に向かって挑戦する姿勢を持ってください。それではまとめいきます。1個目、どんな人でも成果は上げられる。特別な才能なんていらない。成果を上げるなんて無理。そんなことは思わないでください。才能よりもあなたの学ぶ姿勢が大事です。2個目、成果はいつも強みから生まれる。自分の強みを知ってしっかりと使ってください。3個目、強みを見つけたいならできないことではなくできることにだけ目を向けよう。マイナス面よりもプラス面に注目してください。4個目、弱みは克服できても強みにするのは難しい。思い切って弱みは忘れてください。弱みを克服するよりも強みを生かすことを意識してください。5個目、強みを最大限生かすには一番大事な一つのことに集中しなければいけない。今やるべきことをしっかりと見極めてください。6個目、努力したことに満足してはいけない。結果にこだわる気持ちが大事。7個目、失敗したことがない人は挑戦したことがない人。成功率 100% はありえないです。成果を出すには失敗を恐れずにたくさんの挑戦をやるしかないです。8個目、成果を上げる人は時間の使い方をいつも練習している。時間をどう使うかはあなた次第です。9個目、大きな塊にしてこそ時間は役に立つ。細切れの時間では成果は上げられない。自分の行動を振り返ってください。細切れの時間をなくしてください。10個目、やらないことを決めてやるべきことの順番を決める。それが頭を整理する方法。まずは何をやらないか、これを決めてください。11個目、多くを求めれば成長は大きい。少なければ成長も小さい。思いっきり背伸びをして大きな目標を立ててください。12個目、優れた人だけ集まっても優れたチームができるとは限らない。チームのために行動できることが重要です。13個目、相手が分かってくれないのは自分の言葉で話しているから、相手に合った言葉選びで伝わるように話してください。14個目、人の役に立ちたい気持ちほど自分を成長させてくれるものはない。誰かのためは自分のためです。15個目、繰り返す失敗には自分なりのルールを作ってさよならしよう。だらしない姿勢と怠けた心に負けないでください。16個目、今まで通りをやめてみよう。新しい自分に出会える。変化を恐れずに楽しんでください。17個目、成果を上げる人ほどどんな環境でも自分にできることを必死に探す。今ここから目を背けてはダメです。18個目、なりたい自分をイメージしよう。退屈な毎日は自分次第で変えられる。目標に向かって挑戦あるのみです。人は何のために生まれてきたのか、答えるのが難しい質問です。一つの答えがこれです。人は幸せになるために生まれてきた。ドラッカーのように成果を出して人を幸せにしてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。